聖チェニフェレンツ伯爵、ヨハン・エンデルが聖チェニフェレンツは18世紀末期に活躍したハンガリーの自由主義貴族、政治家、国立聖チェニ図書館の生みの親として知られている。1848年革命の指導者聖チェニ、イシュトバーンは彼の産卵、シグモントニセイ伯とチラーキ伯の娘、マーリアの次男としてショプロン地方の聖プラクに生まれる。 セイチェニケは、ハンガリーの名門貴族の一つであったが、祖父、シグモント一世博の時代に、多額の借金を抱え、なおかつ当時のハンガリー貴族の慣例に従って、シグモント二世以来4人の男子間で、分割相続が行われたために、没落の一途をたどっていた。当時のセイチェニケは、ハプスブルク帝国の都であるウィーンに在住するほどの資金もなかったために、 領地のショプロンでの居住を余儀なくされた。当時のハンガリー貴族の多くは、ウィーンを生活の拠点としていたためにドイツ語やラテン語のみを用いて、ハンガリー人の言語である、マジャール語を介しない人も珍しくはなかったが、フェレンツは、マジャール語の読み書きができる、珍しい存在であった。1769年に彼は、今日のブダペスト大学の前身である、イエズスカイのナジソンバート大学に、 入学3年後にウィーンのテレジアニウムに移ってさらに勉学に努めることとなる。この頃、ウィーンは啓蒙主義の前世紀であり、彼もその影響を強く受けて啓蒙主義や自由主義に関連した書籍や芸術、文学書などを読み自由主義者としての考え方を身につけるようになる。また、テレジアニウムの教官で書士学者、詩人、 イエズス会修道士としても著名であったミハエル・デニスとの出会いもフェレンツの本に対する関心を高めるきっかけとなり彼は生涯デニスを師として仰ぐことになる。なお、この時期にフリーメイソンに入会したと言われている。この間の1774年に兄のヨーゼフが23歳で急死、これと相前後して祖父の代に分家した三人の叔父も相次いで病死した。彼らには 子供がなかったためにいずれも断絶し、規定により、フェレンツが相続人となった。その結果、祖父の代に失われた財産が彼の元に集中することとなり、また多くの蔵書が彼のものになった。これが、後の彼に大きな影響を与えることとなる。1775年に、ペシュトにあった最高法院の職員として出資し、その後、 コーセグ地方の判事として派遣された。1777年にフェレンツはフェステティチユーリアと結婚する。だが、実はユーリアは亡くなった兄の未亡人であり、一族などからは強い反対を受けた。これを機にフェレンツはショプロン地方内のナッツェンクに居城を移すことになる。彼は政治家だけでなく財政家としての才能も発揮し、領内の整備とにの財政再建に、 成功死後の膨大な図書購入の費用の捻出に役立てた。ヨーゼフ2世の改革にはハンガリーにおける政治改革への期待からこれを支持した。この功績によって1785年にペーチ州の初代州長官に任じられて、1781年に秘書として採用されたハイノーチーヨーゼフの助力を得て自由主義的な改革を行った。 だが、ドイツ語公用語問題によって、急激に国内で高まった自由主義、民族主義的な下からの突き上げと保守的な貴族層の抵抗の間で板挟みになり、わずか1年で辞任を余儀なくされた。昇進のフェレンツは1787年に妻や側近と共にドイツ・ベルギー・イギリスなどを巡る旅行に出る。この間に、蔵書整理の参考とするために、 ハイノーチーと共に、プラハやドレスデン、ゲッティンゲンなどの王立図書館や大学図書館、博物館、著名な書籍賞や学者のもとを訪れ、イギリスでも大英博物館、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学などの図書館を訪問しており、イギリスでは民衆にも読書の必要性が認識され始めていることを知って、衝撃と感動を受けたとされている。フェレンツは単なる西洋のつもりであったが、 オリシもプロイセンとハプスブルク帝国内の反皇帝派勢力が密かに結んでいるという情報が流れて両国関係が緊張している時期と重なった。このためフェレンツが密かにプロイセンや国外の反皇帝派とフリーメイソン人脈を通じて通報しているという噂がウィーンのヨーゼフ二世の元にも入っており、ヨーゼフ二世や次のレオポルト二世、 フランツ二世から強い警戒感を抱かれることになる。だが、フェレンツの方はそれにしばらく気づかなかったらしく、帰国後は、廃納地ーを師書として国内外から、貴重な書籍や、進歩的な書籍の収集に努め、これを整理して、自らの政治活動に役立てようとしたのである。1790年に、ハンガリー議会の一員に選ばれたフェレンツは、宗教的寛容と、 貴族階層への課税と古作人層の解放を主張したが、保守派と激しく対立した。その頃、ウィーンの宮廷で言われなき疑いをかけられていることを知ったフェレンツは宮廷に対して政治的工作を行った。ハンガリー貴族を抑えて皇帝の政治力を浸透させたい、レオポルト2世と同国議会で孤立しつつあったフェレンツは手を組む形と、 なり、1792年には、レオポルド2世の施設として、ナポリオ王国に派遣されている。ところが、1794年に、ハンガリージャコバン島事件と呼ばれる、フランス革命の影響を受けた急進的な自由主義者が、ハンガリーで革命を起こして、ハプスブルク帝国からの独立を勝ち取ろうとする事件が、発生する。首謀者7名は翌年ブダで処刑された。その中に、 ハイノーチーヨージェフが含まれていたことがフェレンツに大きな衝撃を与えた。以後、フェレンツは革命に対する恐怖から自由主義を捨てて、カトリックの信仰に身を委ねるとともに、ハプスブルク君主主義者へと転向することになる。1796年、彼は議会でフランスとの戦争への全面支持を訴えて、自らも1万2 0 0フリンの献金を行った。以後も、 ハプスブルク帝国への忠誠に尽力したフェレンツは1797年に女王ジ県令に任じられた後、最高法院判事に転じ、1806年には議員を退いたものの、ハンガリー総督であるヨーゼフ大公の要請を受けて、最高法院判事の身分のまま、馬主県令に転じた。1808年には、金曜毛騎士団に参加を許されているが、 1811年に、公務から引退を宣言している。聖地チェニ・フェレンツの蔵書目録聖地チェニ・フェレンツの蔵書表その一方でフェレンツは、新しい秘書ティボルト・ミーハイと共に、ハンガリー内外に存在する、マジャール語文献の収集に努め始めた。フェレンツはハンガリーに住む多くの人々が読める、マジャール語文献の収集こそが、ハンガリーの文化水準を高め、 過激な革命思想を抑止できると考えていた。こうした文献は1798年までに7096点に達したという。1800年にフェレンツとティボルトは目録を作成して、各方面に反復して、事故のコレクションの利用を促したものの、フェレンツ周辺の学者や文化人の間からも、より積極的な公開を求める声が上がった。フェレンツも、 イギリスの図書館のようにより広く公開されるのが望ましいと考え、また一方で、ハイノー地位の一件の見そぎとなる行為を行う必要があったこと。さらに、自分の死後に、再び分割相続が行われて蔵書が散逸して、行方がわからなくなる恐れがあったこと。最後に、フランス軍のハンガリー侵攻の可能性が現実味を帯びる中でより確実な書籍の保護手段が、 必要とされたこと以上の観点から彼は、蔵書の国会の寄贈の意思を明らかにすることになるので、ある。1802年、フェレンツは、ヨーゼフ大公に対して、図書館寄贈の申し出を行っている。その際、の条件を提示した。大公は、ウィーンと相談して、基本的にこれを受諾し、1802年7月2日に、フランツ2世の名で、 フェレンツに創立者証書が届けられた。これが国立政治営に図書館の創立とされている。初代館長にはハンガリー人の館長という世論の期待に反してドイツ人ではあったものの図書館の経験が長いミラーやアーカブフェルディナンドが認じられた。約束通り午前と午後にそれぞれ3時間ずつすべての人々に解放され、1804年には納本制度が整備された。 途中、ナポレオン戦争によって、疎開を余儀なくされたものの、図書館の円滑な開始を支えたのは、フェレンツが招いたミラーの豊富な知識によるところが大きい。フェレンツはその後も、コレクションや、目録の作成に尽くしている。だが、晩年はより完璧なカトリック信者となり、かつて親しかった人々だけでなく、父親の天候に憤りを感じる息子インシュトバーン、との確執。 強盗という形で親子仲も離れていった。このため、晩年は孤独と失意のうちに余生を送ったとされている。ありがとうございます。